いらっしゃいました。登場です。柳田選手です。柳田さん、はい、こんな感じでマッチからインタビューっていうのはどんな心境ですか？ずっと一緒にやってたので、はい、なんか変わったって、はい、寂しい気持ちと、はい、新鮮な気持ちと、はい、なんかかっこいいなと、スーツビシッと決まっててかっこいいなと思います。今年プロ14年目を迎えるホークスの主砲柳田悠岐、野手最年長を迎える今シーズンも超人的な打撃は健在。今日から開幕するレギュラーシーズン、かつてチームメイトとして共に戦ったマッチが V 奪還へのキーマンとして挙げるギータを直撃です。2024年、開幕、しますけど、はい、現状のコンディションはどうですか？結構いいと思います、はい、で今日いいっすですよね、はい、初めてね、後ろでね、はい、バッティング見たんですけど、はい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 、状態いいですね。今日良かったですね、マジで一番良かった気がします、はい、マッチから見てどこがいいと思ったんですか？はい、構えをね、結構気にするタイプだと思うんですよ、はい、で前回もね、僕すぐ LINE 連絡して、うん、バットを立てているところをすぐ寝かしてヒット打ったりして、うんうん、いろいろ考えてね、バッティングされてるんですけど、うんうん、今そういうところをね、はい、考えながらやってるんですけどね、はい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 、どうですか、そこは。松尾さん言われた通り、なんか寝かしたり、はい、まあ、今日はちょっと立たしてやってみたんですけど、まあ、それしっくりきたんで、まあ、いろいろシーズン中いろんなことがあるんで、まあ、体の状態とかいろいろ変わるんで、まあ、いろんな引き出しを作って、開幕に入りたいなと思ってるんで、今いろいろ試してます。こんな繊細な選手はいないって言ってます、はい、もう本当感覚を大事にしてるというか、もう自分の感覚でボン出したらこうしたら修正できるんじゃないかなとか、まあ、そういうのはいろいろ考えてやってますけど、まあ、それは多分みんなやってると思うんで。ってことはマッチも繊細だったんですか？あ、もちろん繊細です。バリ繊細です。どちらが繊細なんですか？マジで同じバットをバンって出してこれとこれどっちがいいみたいな、はい、一緒なんですよ、はい、正直一緒なんですよ、はい、本当長さも重さも一緒なんですよ、はい、こっちですって言ったら、はい、いや違うこっちで打席行くんですよ、はい、何が違うんかなと思いながら、はい、で多分松田さんにしかわからない、はい、そのなんか繊細なところあるんでしょうね。繊細なバッティングが共通点として挙げられるお二人、そんな柳田選手も今年36歳、マッチが歩んだ年齢に差し掛かろうとしています。体の変化はどうですか？変化は、はい、中変化は感じないんですよ、うん、ただ白髪とか生えてきた、数本ですけど白髪があるんで、年取ったなというか、はい、そういうのは感じますけど、まあ、筋力とか、うん、そういうのはあんま感じないですよね。キャンプ見ててやっぱり怪我なく ね順調にこう休まず来れてるっていうのが大きいかなと思いますし、はい、うん、実際も見学行かせてもらったんですけど、はい、本当にこう一日もね無駄にすることなくね、はい、できてますね今年は、はい、あとは技術が追いつくかっていうところと、はい、まあ、1年長いんで、まあ、そこはやっぱりしっかり気持ちも大事だと思うので、はい、あとマッチ36歳の時は、はい、まあ、柳田選手にアドバイスを送るとしたら、はい、どんな過ごし方をしたんですか、うん、だってその時にフル出場でしょ、ね、守ってフルなんで、143試合出場、ホームラン30本、ゴールデングラブいただきました、はいはい、でもやっぱりチームのためにね、うん、でもやっぱりこう怪我せずに、でも柳田選手一番怖いのは怪我なので、うん、もう怪我 なかったら、ね、昨年同様ね全試合出ると思うんで、僕いつもね LINE とか連絡するんですけど、うん、困ったらいつも全試合っていう言葉しか送らないです。はい、はい、試合で来るんです、はいはい、なんでそういう思いが多分強いんじゃないですか、はい、やっぱりチームの中でやっぱり抜けてはいけない存在だと思いますので、そういった意味では柳田選手はね、今年も去年ね全試合出場できましたんで、うん、大変だと思いますけど、うん、2年連続全試合ね、はい、っていうのが一番目標だと思います。やっぱり柳田さんから見て36歳で全試合出て30本っていうのは、はい、やっぱすごいですか？いや、すごいですよ。すごいですけど、やっぱやられた方が存在するの、まあ、不可能ではないと思う。いや、松田さんも痛いところもありながらも多分やり通したと思うんで、まあ、自分も気持ちで負けずに、143試合出れるように、まあ、結果を残して、はい、頑張ります。マッチすごいっすね。すごいっす。いや上昇軍団を牽引した偉大な先輩マッチの背中を追って、柳田選手が目指すものは一つしかありません。もう今は国防監督を胴上げしたいという気持ちだけで、今シーズンいいシーズンになるようにね、
練習してます。やっぱりあの、ね、はい、国保監督を胴上げしたいと言われましたけど、うん、やっぱりね、国保監督がつけた現役番号の、ね、9番を背負ってる柳田選手ですから ね、やっぱ一番ありますね。いやいや、もうもちろんその思いはやっぱり他の選手よりは強いっていう感じはあるんですか、やっぱ、うん、どうなんですか、まあ、みんな思ってるんじゃないですか、やっぱり監督を胴上げしたいっていう気持ちで多分みんなやってますし、多分みんな思いは一つだと思います。開幕前なので、はい、もう柳選手チーム代表してビシッとね、はい、今年の目標をお願いします、はい、個人的には、全試合怪我なく戦いたいと思います。その中で、国保監督を胴上げしたいなと思います。応援よろしくお願いします。力の限り応援しましょう。はい、応援しましょう、はい、頑張ってください。ありがとうございます。松田さんが朝ですね、入る曜日は木曜日です。知ってます。ということはあの水曜日、そういうことです。オッケー、はい、頑張ります、はい、ちなみにあの木曜日の朝ですっていうのはご覧になってますか。木曜ナイターなんで、はい、気を見ないです。見ないですか。はい、はい、寝てます、はい、でも、まあ、YouTube でも見れるんで、そう YouTube で見れる、はいはい、今の時代、はいはい、あの朝10時ぐらいに起きて、はい、YouTube でしっかり見ます、はい。